上海のある半導体企業が7。ナノメートル技術で作られたビットコイン採掘用のチップを出荷していると報じられています。しかし、このデバイスが軍事利用される可能性があるとして懸念が高まっています。上海に拠点を置く、この半導体メーカーが生産技術の開発で飛躍的な進歩を遂げたと報じられました。マイクロエレクトロニクス業界を対象とした技術。 知財コンサルタント会社であるテックインサイツの業界分析によると SMIC は7ナノメートル技術で作られたビットコイン採掘用チップを出荷しているとのことです。これは同社が確立した14ナノメートル技術よりも2世代進んでいるものですナノメートルは半導体の複雑さを表す尺度として使われるもので数字が小さいほどより高度なチップを作ることができます。 半導体はドローンから極超音速ミサイルに至るまであらゆる防衛用途に不可欠なものです人工知能から風力発電電気自動車ソーラーパネルまで世界のデジタル経済を牽引しています SMIC による最近の開発の飛躍は大きく驚かされることになりましたアメリカは2020年後半から 中国への半導体製造装置の無許可販売を規制してきました。この規定は17ナノメートルより小さいチップを作成できる機械を対象としています。そのため中国の進展はアメリカ政府の規制措置が有効であったかどうかが問われています。SMIC は以前2020年以降、既存の14ナノメートルよりも高度な技術に取り組んでいると主張していました。しかし。 そうした厳しい制裁があるにもかかわらず、7ナノメートルの半導体チップを作ることができるというのは懸念を抱かせるものです。特に中共政権が進める軍備の近代化への懸念です。今日、世界に存在するすべての兵器プラットフォームはその頭脳が半導体であるのです。 そして、国産でより効果的な半導体があれば防衛用途に使われるようになります。確実にです。中国企業がいかにして、この能力を身につけたかについては、テックインサイズは smic 社の7。ナノメートルチップは世界有数の大手半導体メーカーである台湾の tsmc 社のものをコピーした可能性があると指摘しています。テックインサイズは分析の一環として。 SMIC のチップをリバースエンジニアリングしましたその結果初期イメージでは TSMC の7ナノメートルプロセス技術のコピーに近いものであると示唆していると報告していますこれは TSMC を裏付ける強力な証拠となります TSMC は中国の SMIC を自社の技術をコピーしたとして2度提訴しています NTD ジャパンがお伝えしました